今回ですね、リザードンデッキがめちゃくちゃ安定して、なおかつ楽しいデッキを作ったので、これを使って実際戦っていきたいと思います。はい。でですね、こちらのね、スリーパーが入ってるんですけども、このスリーパーのね、眠りの振り子って特性がマジで強くて、毎ターンコインを投げて表だったら眠らせることができると。もうこれ毎ターン使えるのがやばすぎ。しかも、特性だから、エネルギーをね、入れる必要がなくて、そう、単色でいいんだよね。まあ、このデッキは本当に、リザードンが育つまで、どれだけ時間稼ぎができるかみたいな、とこがね、キーになってくるので、スリーパーのね、眠らせるをね、ベンチから発動できるってのがめちゃくちゃ強いかな、ということで、はい、実際に戦っていきたいと思います。さあ、対戦お願いします。で、今回やっていくバトルがですね、なんかちょうどイベントみたいなのがやってて、ちょっとしたランクマ的な、感じのやつがやってたんで、はい、そちらで戦っております。一発目からちゃんとね、レベルの高い人と当たっていく。さあ、デッキはどんな感じになってるんだろうか。ゆっくり系だと助かる。あ、これはファイヤーがちょっと弱点だねって感じ。俺が先行か。さあ、モンス、お、リザード来てくれた。あ、これで人影引けたらマジ神。あ、てか、あ、スリープが来る可能性もあるか。お、ナイス。で、これファイヤーも出しとこうかな。そうだね、なんかあった時用に。ここで人影引きずり出されてターン無駄になること多いから。さあ、体当たりで40ダメ食らっていきます。痛いですね。さあ、大木戸博士、ここでもうリザードにしといて、そろそろスリープ来てほしいな。スリーパーが手持ちにいるから頼むよーん。お、スリープ来た。リザードも来た。これめちゃくちゃ幸先いいぞ。あとはマジで劣化の舞次第だね、本当に。で、このファイヤーはちなみに EX カードなので絶対に死なれちゃ困るんだよね。そう、だからもうギリギリのところで引けるように、このね、スピーダーとかも入れてるから、まあいい感じのタイミングで死ぬ前に引かせます。はい、レッカーの前1か、まあ2出てくれたらマジ嬉しい。裏表、お、ナイス。でかすぎでかすぎ。で、これをリザードにだけつけます、間違いないように。 OK で、まだファイヤーも全然耐えれるからね。ここでなんか、えぐいことされることないでしょ。で、最悪夏目使われても、ファイヤーベンチで出してるから、ちょっと弱ったファイヤーと新品のファイヤーが入れ替わるだけっていうね。これマジ強い。さあ、夏目来たねー。これ、そうだね。まあ、言った通りに、このファイヤーと入れ替えようか。まあ、ちょっともったいないんだけど、まあ、一旦使、ああ、そうねー。まあ、しゃあない。ここでリザードとかね、スリープ変に前出す方が、だるい気がする。まあそうだね、ピカチュウだよね。で、ピカチュウにエネタ、そうだよね、そうだよね、そうだよね。さあ、こっちのファイヤーにも100、残り体力が100になっていく。さあ、傷薬が出ましたね。まず一旦スリーパー、ここでスリーパーを召喚します。で、エネルギーなしで、ね、眠りの振り子を発動。お、表出ろ。お、ナイス。これで眠ったから、まあ相手は表出さないと起きれないっていうね。で、リザードンに進化させといて、さあ、ここでさらに劣化の前だな。そうだね、まあ逃げる時にもエネルギー必要なので、スピーダーがあっても1は必要ということで、さあ、1でも出てくれたら嬉しいな。お願いします。1/3頼む。裏表、ナイス。でかすぎでかすぎ。だんだん布陣が整ってきたよ。やっぱね、リザードンデッキが一番やってて気持ちいいからね。さあ、眠りチェック。裏出ろ、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 表。そう、ここで表出されたら、まあ意味ないんだけど、まあでも裏出たら一旦ね、攻撃とかできないから、まあ、全然 OK。このなんかストレス与えるだけでも結構いいと思う。うわそうだよな。めちゃくちゃ判断早いけど、まあ言ったら、ピカチュウ出てきてファイヤーやられても、リザードンにね、エネルギーが5つくことになったから、もう2連続200出せたんだよね。さあ、対戦の方お願いします。2試合目でございます。高校ラッキー、マジで進化いっぱいしたい勢だから。あー、これはリザードンになっ、あ、人影になっちゃうのか。スリーパー2枚って、これもなんか圧すごいな、俺の手札の。まあこの辺は全然ね、あるあるですよと。さあ、これドキドキドクドク激草デッキか。敵ドガースとアーボックでもう毒から逃がせないよ的な。さあ、ポケモンゲットジャズを使いまして、アーボックですね、これは。そうですよね。さあ、ここで人影じゃなくて、今はスリープを引きたい。頼む。ナイス。今日引き運いいぞマジで。さあ、ベンチに置いておいて、で、人影につけて、いやー、まあこれはしゃあないか。30入れておこう。
いや、トラッシュすんの痛いな。そうだよね、進化ポケモンのさ、種のくせに一発30って結構でかいなと思いきや、ちゃんとデメリットがあるんですね。うまくできておりますこちらのゲーム。いや、傷薬、俺の1エネルギーが早いな。マトドガスなんの、まあ、でも進化さえすれば毒はなくなるが、シンプルに体当たり痛いし、これこのターンで40食らうんでしょ。この人影ちょっともうやばいかもしれん。なんか調子良くないですかそっち。体当たり30食らって、そうだよね、40食らうよ結局。まあ、でも次のターンで、ちょっと待って、ここでリザードかなんか引かないと、ファイヤーでもいいか、ファイヤーと交代するか。ファイヤーだしの、まずスリーパーに進化させて、一旦眠りの振り子、さあちょっと眠ってるところを見せてほしい。ナイス、眠らせて、でこのままだと毒でやばいので、ファイヤーと、危な、攻撃しとった、交代しまして、さあこれで毒も回復で、次のターンから劣化の前かな。さあここで裏が出てくれたら一旦無駄にできるぞ敵。ナイス、これマジ気持ちいいわ。一番幸せを感じるこの瞬間が、特性は打てるんですね。それは、あの、初耳です。そちらの内容初耳なんですけども。さあ、これ最後にも眠りチェックでコイン投げれます。一旦に2回投げれて、そう、ここでは起きちゃうけど、まあ、できれば眠っててほしかったけど、ここで起きても、一旦はどっちにしろ無駄になるっていうね。で、俺はもう一回また眠らせることができるから、コイン投げて。さあ、ここでリザードを出したいですね。頼む！早めに来てくれ！モンスターボール。いや、スピーダー、これどうしよっかなぁ。いや、この人影を育てるか、新しく出した人影を育てるかで迷ってて、いや、こっちの人影育てるか。ちょっと、傷薬とかもったいない気するからね。はい、で、まず眠りの振り子。まあ、表出ればラッキーぐらいの気持ちでね。まあまあ、しゃあない。ここで俺は2連続で出す男じゃない。ただ、この劣化の前は割と重要だよ。2は出したい。1位。うわー、1か。まあ、全然、OK ですよ。ここでね、眠らせて、さらに劣化の前が3とかクソ噛み合いする可能性もあるのがこのデッキだよな。マジで楽しい、使ってて。まあ、でも時間は全然稼げてる、いい感じに。あ、さあ、ここで榊を使って、実質一旦で50かな ?40 くらいの、さあ、10くらいで50。いや、リザード来ねえ。これリザード来ないの痛すぎるな。これこのままだとこのファイヤー死んじゃうから、で次逃げ追い詰めるでしてくるっしょってなったら、ほん、いやこれマジ痛いな。いや、全てはこの眠りにかかってるのか。ここでスリーパーが眠らしてくれればナイス。いや、これ裏出ることにかけてファイヤーでブーストするかどうするか。いや、まあ劣化の前しとくか。ちょっと敵がこれ次表出したらだるい。だがその分ここでしっかりと1か2はつけていきたい。手動で1はつけたから1でもいいよ。マジで。あ、ナイス1個。2個目。うわ、しっかり1。まあまあでもこれで3玉あったから割とリザードンは育てれる。が、しかし。さあ、ここで裏。マジで裏。マジで裏。まだ起きんな。お前はまだ起きるポケモンじゃない。頼む。ナイス！これで一旦耐えれたから次のターンゆっくり交代してもいいな。人影とかに多分戻すこともできないよねこれ眠ってるから。あ、今日があるんだった。このゲームって本当面白いね。何の意味もないじゃん。じゃあ今の、うわー、忘れてたわ。しっかりと、いや、このゲームって本当面白いね。いやー、このゲームって本当面白いわ。そうだわ、忘れてた。いや、噛み合いにも噛み合いだな。さあ、これ結構まずいぞ。こっちの人影出すやん。ですぐ下げます。ちょ、待って、リザードが来なさすぎるな、マジで。スピーダー使って、そう、まだ追い詰める使われてないのが、待ってよ。いや、これマジでやばい。追い詰める使われたらもう逃げられなくなっちゃうから、ここはもう人影やね。で、あ、ミスった。ファイヤー出せばよかったのか。うわ、やったわ、これ。でも、ここで眠らせれば、勝ち目はある。頼みます。よし、マジである。これで次裏出してくれれば全然ある。裏裏裏裏裏裏
対戦ありがとうございました。さあ対戦よろしくお願いします。これ進化しまさせまくりたい系男子だからさ、高校めっちゃありがたい。でファイヤーが来てくれて、リザードも来ていて、モンスターボールもある。これめちゃくちゃ手札いいですね。さあ鳥ポケモン同士ですね。全然違う見た目してんのにね、タイプは同じっていうこの現実。さあまずはこのポケモンゲットジャゾを使って2枚を引いていく。頼むよレッドカードやめてな、結構手札いいから。お、アーボ、アーボックピジョット。さあアーボが2匹になって、お待って全部揃って、いやここでそうかスリープが出る可能性あるか。ファイヤーと人影マジ、これもうなんかただのあれやん、リザードンデッキやん。劣化の前。さあここで表を出していきたいところ。1でもいい、1、おナイス2個、いいね。さあレッドカードだけやめてください。なんかねめっちゃ手札がいい時にレッドカードされたらその後ねずっと不運な気がするんだよな。多分俺だけなんだろうけど。さあシンプルにピジョンにしてきて、いやアーボックのな追い詰めるが結構だるくて逃げれないから別に、おっとっとって知ってる。うわまあでも30か、まあ傷薬あるから全然大丈夫、全然大丈夫だよ。いやこれあスピードあるから全然引いていいな。あースピード72個、これはシンプルに傷ぐちゅりしてファイヤーと入れ替えて、さらにここでリザードに進化させていく。これ順番間違えてたらねエネルギー2個使わなきゃいけないから。でさらにここで1個つけといて劣化の前していきますか。まあもう2個ついたら最高、1個でもいいぜ。1、お最高、もうこれ相手勝ち目ないぞ。もう勝ち目ないぞ多分、ちょっと噛み合いすぎたなこれ。こんなんただのリザードンデッキよ。おお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 、これ追い払うで、は翼で打つが 70? ギリ耐えるよね。やばいか、いやギリ耐えるはず、さすがに榊使えないよな。オッケー、危なマジで焦った。さあここでリザードンにしたらに、あ逃げるの変わんないから一旦じゃあ EX リザードン召喚して、体力が100になったからもう別に怖いもんないぞ。グレンの嵐、まずはお前を刈り取る。でもね、これ EX ポケモンがベンチにもいないから、これ3体しっかり倒さなきゃいけない系男子だからね。まあ、次、進化させてくるよな、僕とかに。そうなると切り裂くで、ワンパンできなくなるから、ちょっとね、時間は稼がれちゃう。まあ、でも1ポイントも取られてないから、まあ、最悪リザードンやられてもファイヤーでなんとか押し切れる。いや、これはもう勝ったかな、割と。おえーだよな。いや、これね、リザードンデッキね、降参されちゃう。そう、もっと戦いたいのにね、降参されちゃうんだよな。さあ、対戦よろしくお願いします。さあ、先行ですね。まあまあまあ、全然。おっと、スリープも来ていて、ファイヤー出せて、リザードとリザードンが来てる。ただ、大木戸とかがないから、ちょっと。まあでも、そうだよな。ここら辺を引きたいために大木戸とモンスターボールあるから。おっと、ニャースね。カードめちゃくちゃ引きまくる系男子か。さあ。スリーパーも来たな。待ってこれ噛み合いえぐいぞ。ああこれは一旦終了しよう。何のデッキなんだろう。ミュウツーか。ああそうだよね。なんかもう背景のミュウツーの目線がすごいもんな。で猫に小判ね、手札引いていく感じ。これレッドカーだったらな、ニャースのデッキめっちゃ刺さるんだけど、ちょっとしゃあない今回は。人影来い、ナイス。やばい噛み合い方、ちょっとねさすがに月が回ってきたかもしれんみんな。でスリーパー召喚、これで眠らせれるが、その前につけて、そうね、眠らしちゃって損ないか。ま、このバトルの運試し、とでも行こうか。はい、裏です。よろしくお願いします。ちょっと幸先悪いんですけども。ま、でもこの劣化の前が本番だから。これ3つ表出るっしょ、そろそろ。たまには見せてくれ。頼む。裏。裏。表。いやそう考えたらさ、俺1回目の動画でさ、最後サンダーでハリケーンサンダーって技使って4個全部表で200ダメ出したんだけど、あれエグかったね。あれ今思うとあそこで俺の運全部使っちゃったのかもしれん。さあモンスターボールを引いて、これねミュウツーはねサイコドライブがうざいんだけど、リザードンさえ完成すれば一発耐えちゃうからね、榊で160されたとしても。さあサーナイト多分作っていくよね、どんどん。そしてリザードン X ね。
さあここでリザードにしといて、ファイヤーにつけてヒートブラストをちらつかせる。つつ劣化の前でちょっと3表噛み合わせる。でしかも眠らせる。ナイスナイスナイス。そして劣化の前、これで3表来てくれ。たまには全部見たいぞ表が。サーナイトの顔が、お願いします。裏表、いや一個渋いなー。これここでねー、2個でも来てくれたらなー。なんかの噛み合いでミュウツーがめちゃくちゃ早く完成しちゃった時にちょっとだるいんだよね。ちょっと寝ててほしい。裏裏裏、ナイス。ニャンもできないニャースです。さっきはねマタドガスで引かれたけど、ニャースはこのまま何もできないけど、まあどっちみち1枚引かれたぐらいだったかこれ。ただ次ヒートブラストでニャース倒せるな。さあここでまだ寝ててくれてもいいぜ。なんならうわー全然起きないね。サボりたいお年頃。さあいいですね。ここでトップレアのクラウンレアのリザードン召喚。いやここ結構悩むな。ちょっと中途半端になっちゃうけど、ここはリザードンにつけてさらに劣化の前にしとこう。これでまあ EX リザードンが確実に完成完成するはず。 OKOK。 これ1でも出てたら次でね5つけれるから、まあまあまあ全然 OK なんですよ。ここで起きなかったらリザードンの切り裂くで刈り取って、その後ミュウツーをヒートブラストでワンパンで勝ち。 OK。 これ勝ったぞマジで。かわいそすぎるな。これがスリードンデッキの強さよ。眠らせてる間にどんどんどん、おっと、でもこれニャース引けないんじゃない、寝てるから。さあさあさあ手札ばっかりどんどん増えていくが、エネルギーついてさらにサーナイトでつけて4つになるが、俺のリザードンはどっちにしろサイコドライブじゃやられない。さあここで眠りチェック。これまだ寝てたらガチョン、まあ、かわいそすぎる。4分の0。ここでスリーパーを新たに引いていく。ちょっとこれスリープ出しとくか。ワンチャンこの、いやいらんない、いらん、絶対いらん、絶対いらん、絶対やめとこやめとこ。さあここでリザードンとファイヤーを交代させます。で5をつけて、君はちょっと寝すぎたようだね。切り裂く。さあこの後ミュウツーが出てこようが、君は俺をワンパンできない。そして俺はワンパンできる。これがリザードンとミュウツーの差。そうなんよ、絶対にラルトスなんよここは。では同じことよ、俺もこんな価値格中の価値格よ。この銃が意外と痛かったりする。ここで榊使われたらちょっと負け筋見えるよ。いきなりここで榊使われて20与えられて、次ミュウツーで160出されたら一応ワンパンはされちゃうよね。おお、マジでそれやってくんの。これ熱いな。傷薬がこの中に2枚入ってるから、出てきてくれたら10分の2頼む。ここまで噛み合っちゃうんですよね、かわいそうに。今回はマジで噛み合っているようだ。オッケー。そう、これ全部交差されるんだよな。この強さわかるみんな。もうね、布陣が整った瞬間、リザードンデッキってマジで負けないんだけど、その代わりね、結構整えづらいところがあるのに、このスリーパーで眠らせて時間稼ぎまくるおかげで、結構安定してリザードンが召喚できるというね。さあ、対戦よろしくお願いします。先行か。いやー、ちょっとね、スリーパーの眠り術ちょっと使っていきたいよな。最初ファイヤー来なかった。シェルだ、初めてだ。パルシェル使ってくんのか。これでオーキド博士でモンスターボールを使って人影を引いていく。うん、ナイス。ここでモンスターボールを使います。人影をベンチに置いてターン終了と。え、なんだあのマーク、鋼、初めてなんだけど、あの左上の敵のエネルギー、何のポケモン使ってくるんや。さあ種ポケモンを呼んで、おっとこいつか、小刀。え、弱点じゃんうち。俺ら弱点じゃないですか。モンスターボール使ってファイヤー、ナイス。さあこれでスピーダーとエネルギーを1個ずつね使って、ファイヤーと交代してリザードに進化させといて、ターン終了。まあまあまあ最初にねファイヤーが来なくても結構立て直せるよね。やっぱモンスターボール強いよな、そう考えたら。おっと切り刻ん、メタルクロー70。懐かしいメタルクロー、久々に聞いた。おっとパルシェル、え、なんだこれ。シェルアーマー、このポケモンが受ける技をマイナス10する。ほほほ、あんまりだな。さあ俺のターンだろう。ファイヤーエアークス。まああとは
じわじわとリザードンが来るその時まで時間稼ぎつつ、なんならスリーパーが来てくれたら催眠術で嫌がらせをしていく。1位、ちゃんと出目あるんよな。さあここでレッドカードありがたいんだけど、もう欲しいカードなかったぞまあスピーダーぐらい C って言うならスリーパー、リザードン来てくれ。あー博士ナイス、あースリーパーナイス、いいね。で攻撃できないでしょ。いやー来ないか。ここでじゃあ進化させて、オーキル博士、さあリザードンゲットじゃぞ。違うな、一瞬来たかと思ったけど、これはじゃあこれはちょっとね、次のターンでファイヤー引かざるを得なくなる可能性があるので、劣化の前をちょっと打てる時に打っておこう。劣化の前1は出てね、もうゴミえ。でも大丈夫、理解してるから俺はこういう男って6回メダル投げて表が1枚しか来ないっていう、理解してるからさ、結局俺の運なんてその程度なんだから、それを補ってくれるのがこのスリーパーね。まあこいつも運なんだけど、待って俺何年眠らせんかったやろ忘れてた、劣化の前のに必死になりすぎてこの波乗りを耐えれたかもしれないのに。さあリザードン来てくれた、よし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 。これで待って、眠らせてもろて、頼むよ表裏これで眠ってくれたらね、よかったんだけどね。なんとなくファイヤー召喚して、これはスリーパーを前に出して、一旦耐えるやん、であとは眠らせまくる。さあ切り刻んが2体シンプル70だよね。でここで眠らせてくれんのがうちのスリーパーだから、頼むよ眠らせろ、眠れ、ノーイス。その間にリザードを育てまくる。もうあとは敵がいつ起きるかみたいな感じになってくる。頼む、まだ起きんだ、ナイス。これで一旦確実に時間を稼げる。さあ後ろをどれだけ育てても、パルシェンが寝てたら意味ないね。パルシェルか。いやーまあさすがにね、まあ、でも大丈夫、次また俺が表出せば眠らせるからこれを永遠に続けていく。あスピーラー来てくれたから、これリザードンと交代もできるけど、まだでもたまってるだろうだろうだ。まず一番最初にこれで眠るか眠らないかで運命が変わって、眠らないですよね。ってことは次のターンスリーパーが確実に死ぬから、スピーダーとエネルギーを使って新品のファイヤーを出していく。でまた次のターン、一発耐えて眠らせていくから、でその間にリザードンを着々とエネルギー貯めていく。だるすぎるな俺の戦い方これ。いやでもね、ちょっとここでリザードン出して100、90ダメ食らっちゃうのが痛すぎる。2発でまあ気づくせないから3、2発耐えれるけど、まあ普通にここはいい感じかも。でファイヤーが70ダメでしょ。えこれ傷薬で回復したらまだ耐えれるやん。ちょ一旦眠らせるけど、一旦眠ってもらっていいですか。さあこれがスリーパーなんですで傷薬使っとけばワンチャン起きられても大丈夫やん。であとは劣化の前、竜の前じゃない、劣化の前で一つでも来てくれたらもう次から攻めれるぞ。ナイス、なんなら3つとかこんたまには。おーナイス、いいね。これでリザードンが完成した。さあここで起きるかどうか、寝てくれたらまだ助かる。うわーさすがに起きるか。そうか、まだスピーダーあったっけ俺。2分の1でスピーダー出せたら、あ違うわ、そっかもうファイヤー、あ一発絶対耐えれるやん。あこれマジでいいかも。でスピーダーは来ないか、オッケー。ここでファイヤーにエネルギーつけて交代します。でここはもう潔く劣化の前で行こうか。弱点だがそんなことは関係ない、ワンパンするからな。でも敵はね EX カードがいないからね、ちゃんと残り2枚倒さなきゃいけないんだよね。ただエネルギー5個つけてたおかげで次もグレンの嵐打てちゃうよん。しかも体力180。おーフリーザここで、これ毒クラゲって何、あ毒にするんだ。まあでも俺のリザードンの前ではそんなか。痛すぎ、え待ってこれで、うわ結構痛いね。いや一旦回復します。でグレンの嵐かな一旦。さあグレンの嵐、これでまあ毒で10減って切り刻んのメタルクロ来ても耐えれるから俺の勝ちが割と確定したのでは。
ただグレンの嵐は一回撃てないから、ちょっとそこだけ注意。いやでもこれ俺リザードンやられたらまずいか、割と。ちょっとベンチ出しすぎた感あるな。これで10でしょ。いやこれ眠らせれば、あ、ここでだからつまり眠らせればいいのか。リザードンにつけて、眠りの振り子。さあ、眠ってもらおうか。うわー、ここで眠ってくれたらマジ熱かったのにな。これちょっとまずいか。いや、あえて下げて、これはファイヤーと入れ替わって、ちょっとファイヤーに盾になってもらう。そうな、いやちょっとこのムーブでもう何回眠らせれるか選手権みたいな感じだな。これちなみにスリーパー2体いたらさ、2回眠らせれるんかな。さすがにそんなことないんかな。まあでもあと1体倒せば勝ちやからね。いやだからね、途中のファイヤーの劣化の枚が1枚でも多かったら今のターンでね打ててたからあれなんだけど。さあここでリザードンを出して眠ってもらうしかない。これ裏が出たら俺の負けです。頼む、眠ってくれ。眠れ。よし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 。でこれ次敵が裏出してくれればできることないもんね。オッケー、頼む、裏出してくれ。起きるな、頼む。よし、まだある、まだあるぞみんな。ちょっとねベンチポケモンが痛めつけられすぎて、リザードンがグレンの嵐打てなくなった瞬間大ピンチになったんですけど、ここに来てスリーパーね。はい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 、まだ起きないよ。これで眠ったの、眠りは確定するやん。でさらにここでねリザードを一応召喚しとくんすよ。さあこれで切り裂くで攻撃するから、次のターンも眠ってくれたら俺の勝ちだ。切り刻ん、お前が起きたらお前のチームの勝ちだ。さあコイントスに全てがかかってる。裏出ろ。よし、神すぎる。ナイススリーパー、お前が最強だわ。ここで傷薬使うがもう意味ないよ。いやこんな残りさ、もう何デコピンしたら死ぬ。リザードンとスリーパーにここまで追い詰められるのガチだるいだろうな。しかもこれ26ターン目ぐらいでしょ今出てたけど。めちゃくちゃ長いこの試合。さあここでも眠っていく。そしてグレンの嵐で射止めようか。対戦ありがとうございました。グレンの嵐220ダメージ、えぐ。榊ついたら230やで。オッケー。いやこれマジでスリーパーに救われたわ。スリードンデッキありがとうございました。皆さんもぜひ使ってみてください。ナーゼンのバイバイ。